いやいやいや、本当にスターっすからね、アウトサイダーの。あーもうなんか俺もう泣きそうになっちゃってさ。いやいやいや、なんかもう怒るっていうことがもうないからさ、日々芸能界にいるわけだから、不祥事を起こしちゃいけない、喧嘩もしちゃいけないで、もうずーっと押し殺してて、なんか怒るっていう感情すら忘れてたんだけど、一回その閉じ込めてた気持ちをなんかブレイキングダウン当日だけはもう解放してほしいなって。そうだから、なんか昔の頃のあの姿を一日限定で見せてほしいなっていう。まあリングの上上がればそうですね、もうそれはもうやってくれると思うんで、コメヨ君はもうブレイキングダウンで一番乗ってるんで、ちょっと厳しさを格闘技の教えます。はい、教えてあげてください。おっす、いいじゃないですか。懐かしいです。いやいやいや、俺やる子ってあの子大丈夫なの？なんかちょっと弱くないかな。いや知ってるかい君。山川君は、まあ、2連勝してるんで、うん、あのそこそこやると思う。本当に、はい、飛んだり跳ねたり、はい、やってください。バッチバチやってください。おっす、カリスマ登場。いや相当言われたね。いや言われたっすね。すっげー頭きたけど、ね、大人の対応ですね。10年前やったら多分ぶん殴ってたんじゃないですか。多分もう二言目ぐらいで言ってたけど、さすがに今はもう39だから。39っすか。いや多分見たことない人ちょっと試合見てほしいんですけど、めちゃくちゃ強いですから。マジで強いです本当に。その試合当日は本当にもう解放してくると思います。試合当日はね、解放して多分もう昔の、まあ、スイッチ入ると思うから、はい、したらマジで面白くなるんで、これも注目です。樋口くん、ちょっといいですか。僕も行かないんだろうなと思ったら、僕の弟子と決まりました。盛り上げてくれません。敵じゃない。敵です、敵です。めっちゃ育ってるんで、うん、結構強くなってると思うんで、最高です。強いっすね、でも彼ね、やっぱ腰強くて。結構本気で勝負しましょう。僕も、はい、よろしくお願いします。弟子を勝たせるために鍛えるんで、はい、